日本は違う惑星の国みたいだ。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。ダイヤの正確性や事故の少なさ、進んだバリアフリー化など、さまざまな面で世界から評価されている日本の鉄道。初めて日本の鉄道を利用した外国人の中には、自国の鉄道との違いに驚く人も多いと言います。今回ご紹介するのは、日本で働くことになったアメリカ人女性が日本の地下鉄に驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。アメリカ人が日本の地下鉄に驚愕。私の名前はハリエット。コンサルティング会社に勤める20代のアメリカ人よ。うちはアットホームな社風で、社員はみんな仲がいいんだけれど、特に私が親しくしているのが同期のアツコ。彼女は日本とアメリカのハーフで、新入社員オリエンテーションの時に席が近かったことがきっかけで、よく話すようになったのよね。そんなある日、私とアツコは上司に呼び出されて、日本への転勤を言い渡された。コンサルティング業界は海外と関わる仕事が多く、先輩たちの中にも数ヶ月から1年くらいの海外出張や海外赴任を経験している人は多い。だから日本行きが決まった時も、いよいよ私の番が来たのねって感じで、そこまで驚かなかった。日本に対して興味は持っていたものの、実際に日本へ行くのは初めて。日本はどんなところなのだろうかとワクワクしながら、私は転勤の準備を進めたわ。そしていよいよ日本へ。最初の1週間くらいは引っ越し作業や買い物に追われてバタバタだった。だけど私とアツコは会社が用意してくれた同じマンションに住むことになったから、少し時間ができた時には一緒に近所を散策したりもしたわ。ただ日本で働くことへの期待で胸がいっぱいだった私にも、一つだけ心配事があって、それは地下鉄。短い乗車区間ではあるものの、通勤ルートに地下鉄が含まれていたのよね。実は私はアメリカに住んでいた時は極力地下鉄に乗らないようにして、会社へも地下鉄を使わずに住むルートで通っていたほど。なぜかというと、小学生の頃にママと初めて地下鉄に乗った時の恐怖が忘れられないからなの。薄暗くて変な匂いのするホーム、あちこちに落ちているゴミ、目の前を走り抜けるネズミ、あまりの光景に私はその場で立ちすくんでしまった。さらにママに手を引かれて進んでいくと、床に段ボールを敷いて壁にもたれ、眠っているホームレスがたくさんいて、その異様な雰囲気に私は恐怖を感じたわ。そして電車に乗っている間も恐怖との戦い。30分ほど乗車しただけなのに、車内では奇声や罵声を何度も耳にした。そして車内の空いているスペースに寝転がっていたのはホームレスらしき人。アメリカの地下鉄は24時間運行していて、駅も常に空いているから、ホームレスの人たちが住み着きやすいのよね。さらに床には食べ散らかしたお菓子が散乱、得体の知れない液体がこぼれてベタベタになっているところもあったっけ。それから他のお客さんがどんな様子だったのかというと、スリなどを警戒しているのか、寝ている人はほとんどいない。多くの人はカバンを前に抱え込んでいて、警戒心をむき出しにしている感じだったわ。そんな経験をしたせいで、私は地下鉄に乗るのが怖くなっちゃって、どうしても乗らなければならない時以外は地下鉄に乗ることを避けていたの。だから私はできれば日本でも地下鉄には乗りたくなかった。そこで通勤ルートとして選んだのはバスを利用する地下鉄に乗らないルート。地下鉄に乗る主要ルートに比べると少し時間はかかってしまうけれど、安心して通勤するためには仕方のないことだと思ったわ。そして
初出勤の前日、私が部屋の片付けを終えてくつろいでいると、突然厚子が訪ねてきて、明日は一緒に行かないと誘ってくれたの。だけど厚子は地下鉄に乗る最短ルートで出勤するつもりだから、私は地下鉄は怖いからバスで行きたいと伝えた。すると彼女は、日本の地下鉄は大丈夫、きちんと清掃されているし、ネズミなんて見たことがないわ。私も一緒に行くから、一度日本の地下鉄に乗ってみて。というの。確かに、日本とアメリカの地下鉄が同じとは限らないし、厚子が一緒なら安心かも。そう思った私は、日本の地下鉄に乗ることを決心したわ。そして翌日、私は緊張しながら地下鉄の駅へと向かった。ところが、駅の階段を降りていくと、信じられないような光景が広がっていたの。アメリカの地下鉄では、階段を降りるにつれて薄暗くなっていくのが当たり前。だけど日本の地下鉄は、暗くなる様子が全くなかったのよ。通路に取り付けられていたのは、たくさんの照明。地下なのに、まるで地上にいるかのように明るくて驚いちゃった。そして駅構内を見回しても、大量のゴミが放置されている様子や嫌な匂いは全くない。もちろんネズミなんて一匹も見かけなかったわ。これが本当に地下鉄なの？こんなに清潔で明るい地下鉄は初めて見たわ。日本ってすごいのね。私は日本の地下鉄の清潔さに大興奮。すると厚子は笑いながら、日本の地下鉄は毎日徹底的に清掃されているからね、と教えてくれた。え？毎日？アメリカでは地下鉄の清掃は2週間に一度行われればいい方。アメリカ人は大雑把な人も多いから、正直なところ清掃直後であってもどこまで綺麗に掃除したのか疑わしいほどなのよね。だけど日本人は几帳面だからなのか、どこを見ても本当に綺麗。毎日丁寧に掃除をして、地下鉄を清潔に保ってくれる清掃員の皆さんに、私は感謝したわ。だけどね、日本の地下鉄が綺麗な理由は、清掃員の努力だけが理由じゃなかったの。厚子の話によると、日本人はゴミをポイ捨てすることがほとんどなく、ゴミ箱が見当たらなければ、ゴミを家に持ち帰るんだそう。今までゴミを家に持ち帰るなんて考えたこともなかったけれど、日本人にとってはそれが当たり前のことなのね。そしてもう一つ気づいたのが、どれだけ探してもホームレスの姿が見当たらないってこと。日本の地下鉄は24時間営業ではなく、夜になると出入り口が閉鎖されるから、駅構内で眠るホームレスがいないのだと厚子は教えてくれたわ。それからしばらくすると、朝の通勤時間帯だったこともあって、ホームには電車を待つ人が続々と増えてきた。すると彼らは誰に指示されるわけでもなく、自然と3から4本の列を作って並び始めたの。どうしたの？私が困惑していると、そうだった、日本では列を作らないといけないのよね。私たちも並ぶわよ、と言って私の手を引く厚子。何でも日本では幼少期から列に並ぶ、順番を守るというマナーの大切さを教育されるため、誰もが自然と列を作る習慣が身についているんだそう。私はそれを聞いて、日本へ来てから人気のレストランの前やバス停で一列に並んでいる人がいたことを思い出した。その人たちがなぜ並んでいるのか、はじめはよくわからなかったけれど、日本人は列に並ぶことで順番を明確にし、それを守るということなのね。そして子供の頃からそんなことを習慣づけているなんて、日本人は本当に素晴らしいと思ったわ。ほどなくして電車はホームに到着。ドキドキしながら乗り込んでみると、車内はやはりピカピカで、隅々まで清掃が行き届いているように感じられた。吊り革もまるで新品のようね。
アメリカでは釣り革を握ることは1万人と握手することと同じだと言われていて、釣り革を握ることに抵抗感のある人も多い。だけどあれだけ綺麗な釣り革であれば抵抗なく掴むことができたわ。それから乗客のマナーの良さにも驚いた。小声で話す人はいても、大声で話す人や食事をしている人は見かけなくて、車内はとても静か。混雑していたけれど快適に過ごすことができたわ。どう？これなら地下鉄通勤でも平気でしょ？うん、明日からも地下鉄で会社に行くわ。こうして私は翌日以降も通勤に地下鉄を利用。何度乗っても地下鉄は綺麗で快適で、私はすっかり日本の地下鉄が気に入った。それから数週間後、クライアントのところから会社に戻るために地下鉄に乗っていると、私は信じられないような光景を目撃したの。電車に乗り込んできたのは制服を着た小学生くらいの女の子。彼女は一人で、保護者が付き添っている様子はなかった。しかも周りをよく見ると同じ制服を着た子がちらほら。その子たちもみんな子供だけで地下鉄に乗っていたのよ。アメリカでは絶対にありえない光景に私は唖然とした。もしもアメリカで子供を一人で地下鉄に乗せてしまったら、誘拐されて二度と帰ってこないかもしれないし、警察に通報されて虐待の疑いで保護者が逮捕される可能性だってある。だけど日本では子供だけで地下鉄に乗っていても、それを気にする人は誰もいない。日本人にとって子供だけで登下校するのはそれくらい当たり前のことなのね。日本は治安のいい国だとは聞いたことがあったけれど、まさかここまでとは。日本の地下鉄には驚かされることばかりだわ。そうそう、日本の地下鉄に興味を持った私はネットでもいろいろと調べてみたんだけれどね。そしたらアメリカの経済誌ウォールストリートジャーナルがニューヨークと東京の地下鉄を比較している面白い動画を発見したの。その動画によると、鉄道輸送が最も効率的な国ランキング2019において日本が1位だったのに対してアメリカは11位とのこと。ニューヨークの地下鉄と比較した際の東京の地下鉄の優位性としては、相互乗り入れによる直通運転、 IC カード乗車券、運営会社の収益性、流動性の高い料金体系、正確な運行スケジュールなどが挙げられていた。そしてこの動画に対しては次のようなコメントが寄せられていたわ。東京では IC カードが1枚あれば電車にもバスにもタクシーにも乗れる。アメリカは軍事産業に投資しすぎた結果、公共交通機関がしょぼくなった。日本の鉄道会社の多くは株式市場に上場していて、資金調達からインフラに対する投資までのスピードが速いことも関係しているのでは。東京の地下鉄の車内では用を足す人を見かけないなどのコメントも、なるほどねと思うものばかり。多分アメリカ人の多くは日本の地下鉄を羨ましく思っているんじゃないかしら。そして日本の地下鉄では自動運転や顔認証改札の実証実験、デジタルサイネージ、電子看板の活用、省エネルギー車両の導入など、より便利で快適な地下鉄を目指して様々な取り組みが行われているんだそう。この先日本の地下鉄がどんな風に進化するのか。日本勤務は1年間の予定だけれど、できればずっと日本に住み続けてそれを見届けたくなっちゃうわね。海外の反応。アメリカは軍事予算の一部を削減して、その予算を全主要都市の公共交通機関の改善に充てる方がいいんじゃないか。東京の鉄道は路線網が複雑すぎて、久しぶりに利用すると迷ってしまうことがある。渋谷駅なんかは特に分かりにくくて、3年ぶりに行ったら目的の出口を見つけるのに苦労したよ。とはいえ、ホームレスに絡まれるかもしれないという恐怖を感じるニューヨークの地下鉄に比べたら、はるかにマシだと思うけれどね。
アメリカが莫大な資金を不毛な戦争に費やしている間、日本は地道に地下鉄の改良を重ねてきたからこそ、ここまで素晴らしいシステムになったんだよ。幼い子供たちが一人で電車に乗っている光景は、日本社会の安全性を如実に物語っているよね。日本にいるとまるで別の惑星に来たみたいなんだよ。僕は30以上の都市の地下鉄に乗ったけれど、国によって利用者の態度は全然違っていたよ。ニューヨークの人々は下品で怒りっぽいし、冷淡で不潔な印象を受けた。一方で東京の人々は礼儀正しくて親切だし、身なりがきちんとしている。結局地下鉄の良し悪しを決めるのは、それを利用する人たちってことなのさ。まとめ。日本の地下鉄が清潔さを保っている背景には様々な要因があります。一つ目は利用者の高い意識とマナー。日本では公共の場を清潔に保つ意識が一般的に高く、地下鉄内での飲食やゴミのポイ捨てはマナー違反とされています。また混雑時でも周囲に配慮する姿勢が利用者に浸透、それが清潔な環境の維持につながっています。二つ目は清掃員による徹底的な清掃。地下鉄の駅や車両は清掃員によって定期的に清掃されていて、特に終電後は念入りな清掃を実施、翌朝の始発時には清潔な状態になっています。三つ目は清掃しやすい構造。日本の地下鉄の駅や車両は汚れがつきにくい床材など簡単に掃除できる素材を使用している部分が多くあります。そして4つ目は最新技術の活用。一部の駅では清掃ロボットが導入されるなど、最新の技術が効率的な清掃に貢献。また空気清浄機や抗菌・抗ウイルス加工なども積極的に導入され、清潔な環境維持に役立っています。安心安全で世界一清潔とも言われる日本の地下鉄。私たちはこのような素晴らしい環境に感謝し、これからもマナーを守って地下鉄を利用することを心がけたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。